はい、どうも、ゆっきーでーす。今日は、タバコ。ね、手巻きタバコ。また手巻き屋さんから、買ってきました。いろいろと。はい、じゃーん。チェのシルバーとレッドとペペの、なんだっけ。ナチュラルグリーンだっけ。と、ドミンゴの、ナチュラルとプエブロのナチュラルとアパッチのナチュラル。まあ、このチェの赤は吸ったことあるんで、まあ、これはまあいいでしょう。それ以外はまあナチュラル系。俺には基本的にあの着光系がま、苦手だということが分かりましたんで、着光系は、買っておりません。それでは、まず、今回の、吸っていくのは、こちら、チェのシルバーを吸ってみようかな。チェのシルバーを吸ってみましょう。チェのシルバーは、軽いテイストっていうことですね。あの、チェの、レッドよりも軽いテイストということなら、らしいです。こちら、スリム、ピュアスリムフィルターと、このチェの、付属の巻き紙を使って吸っていきましょう。レーベル、ね。こちらをね、吸っていきましょう。パカパカ。あ、なんだこれ。酸っぱい。匂いが酸っぱいぞ。ほぐして。まあ、チェは安定して美味しいですか。チェは安定して美味しいんで、まあ多分普通に美味しいと思いますよ。多分。じゃあ、吸ってみ、いきまーす。あー、軽いのか、これは。あ、普通に美味しいですね。チェのシャグは基本的に美味しいです。軽いテイストとかって言われてますけど、まあ個人的にはそんなに軽くはないような気はしますね。でもまあ、
軽いって言うなら軽いんじゃないですか。チェシャグシリーズにライトなチェシャグシルバーが登場となっております。容量が 25g で、最近10月から値上げしまして580円になりました。550円だったんですけどね。もともと550円だったんですよ、チェは。南アフリカ産バージニアとキューバ産のバーレーを使っているという書いてあります。特に癖は全くないですね。癖は全くないです。そこまで酸味もないですね。うん。普通のチェの方が多分酸っぱい酸味が強かったような気もするんだよな。ああ、まあ普通にこれ美味しいでしょうな。ただ、これを買うんだったら、チェのレッドの方が美味しいと思う。多分。まあこれは全然あれですね。飽きが来ないでしょうね。この味は。基本。チェはね、飽きが来ないんですよ。うん。なんかね、バージニア 100% とかだとね、結構飽きてくるんだよな。ぶっちゃけ。ゴールデンバージニアとか、飽きてくるんですよ。うん。で、あと、うん、まあ、着工系ね。俺がダメなんですよ、着工系が。着工系いろいろ買ったんだけど、ほぼほぼまずくてね。消費するのが大変だったんですよ。なんだ。チョイスのオリジナルとかね。全然ね、消費できない。あと、チョイスのダブルバニラとかね。あれ、なんか、混ぜたら美味しいとかっていう人いたんですけど、混ぜてもまずくて、俺はもうダメですね。チョイスのバニラも、なんかすげえ、臭い。臭い。もうなんかバニラの、香りがどぎつすぎて。ほんのちょっとだけブレンドしても、すげえ来るんですよ。あれ。あれすげえ来るんだわ、ほんとに。ものすごい主張が強いんだよね。チョイスのダブルバニラ。もう全く使ってないもんだって。あれ入れると全てがまずくなるから。だから、ブレンドして、っていう人を9対1ぐらいでブレンド、1を、1のブレンドでもね、9対1で、チョイスのバニラ1だったとしても、その9、その混ぜたら、すべてが臭くなってまずくなるんで、あれはもう、ダメですね、あれ。あれはね、混ぜたら全部はまずくなるんで、あれ単品で消費しないと、あれ、ただ単にまずいやつが広がるだけですね。ブレンドする側が、かわいそうです。本当に。うん。
これは特に、癖もない、吸いやすい。まあ、そうですね。初心者向けなんでしょうね、こういうの、チェはね。まあでも、チェのレッドの方が美味しいかなとは思うけどね。特にまずいとも感じないんで、上喫できるようなレベルの、このシルバーはね。特に嫌な風味もしないですし。こういうのが一番なんか、ベターで、ね。ベターでいいんだよ、ベターで。うん。まあ値段が550円から30円ね、値上がりしましたが、まあそれでもまだ580円ですからね。まだまだ十分、美味しい、と思える。ものです。これは四つ星。ご視聴ありがとうございました。